はい、皆さんこんにちは、ティルクスの投資です。いつもありがとうございます。先日ね、バンドのリードボーカルはある程度のやっぱり声量が必要ですよというお話をしたんですけれども、これに対してね、コメントが1個ついてて、まあ自分もねリードボーカルがね女の子なんかがいるんだけども、あんまりよく聞こえなくて結構カラオケ状態でライブやってるのをね、まあよく聞きましたっていう、そのちょっとしたギャグですよね、そういうコメントがあったんですけども、確かに本当その通りで、まあ自分もね割とそう、まあどうしてもインスト状態になってしまうというライブってね、まあなきにしもあらずなんですよ。まあ最近はそうでもないんだけれども、特に昔のね80年代のライブハウスなんかだと、まあちょっと僕が言ってるのが割とロック系メタル系が多かったからかもしれないけど、あんまりボーカルはね聞こえなくて当たり前みたいな、ライブだとねなかなか聞こえづらくて当たり前みたいな、そんな状況だったんだけども、でまあ今はまあもちろんそんなこともなくて、きちんといい音で聞かせてくれるライブハウスたくさんあります。でそうなんだけども、やっぱりそうは言ってもね、どうしても前のあれでも言ってるんだけども、やっぱりね50人以下ぐらいですか、収納人数が数字で完璧に表せるわけじゃないんだけれども、狭くなればなるほどどうしても生のドラムの音自体とかアンプから出てる音自体がお客さんの方に影響するわけですね。 PA の方で全部を制御できるんだったら、それはもういくらでもいい音で聞かせることが可能になるわけですけれども、そうじゃないとなると、まあ結局バンド側の出す音量音も随分とお客さんに影響するわけですね。でそうなってくると、音が大きすぎれば、楽器の音が大きすぎればボーカルが聞こえづらくなってしまうという現象が起きるわけですね。100人以上とかもかなり広い会場だと、まあだいぶ PA の方で制御できますから、それがなかなかないので平気なんですけれどもね、それをちゃんと踏まえて楽器陣は音を出してあげないといけない。あなたのバンドのリードボーカルは一体どのくらいの声量なのかっていうことをやっぱり考えないといけないと思いますね。音の大きさはそうやって決めてあげる。もしねいろんなライブハウスを回って演奏して、例えば毎回言われることが、なんかボーカルがよく聞こえなかったよっていう感想をもし毎回言われてるとしたら、それは毎回毎回ライブハウスのせいじゃなくて、もちろんライブハウスのせいもあると思います、そうなんだけども、毎回もし言われてるんだとしたら、それはライブハウスだけの原因じゃなくて、自分たちが出している楽器の音の原因もあると、そういう可能性もあるっていうことをね、可能性として考えておいてください。さっき言ったみたいに広いところでそれだとお店側の責任も大きいと思うんですが、狭い場所になっちゃうと、どうしてもさっき言ったみたいに自分の出す楽器の音もどうしても影響しちゃうから、それも非常に考えて出してあげないと、うちのボーカルはこのぐらいだからとか、同じようにねコーラスがね聞こえなかったとか、あと例えばギター2人がいて1人のギターがあんまり聞こえなかったとか、どっちかがでかかったとか、それもね結局のところアンプから出てる音が随分影響している場合も可能性も非常に高いので、それを毎回言われるようであればバランスを考えた方がいいでしょう。そういうことをね一回考えてみて、綺麗なバランスで出せるようにすれば、どんな場所でやってもいい音でお客さんに聞かせることができると思います。ね、そんなとこです。はい、また聞いてください。ありがとうございました。